はい、今回は翼の党根本涼介さんが語った安倍晋三を応援する日本保守党の隠された裏側についてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、この根本さんあ注目されてるんですがとてもいいことをおっしゃってますねうんまあ、僕はちょっと言うのもねどうかなと思いますけど根本涼介さんと黒川敦彦さんが日本の政治家の保守を名乗っていいと思いますよこの人たちこそが保守ですよ エセ星の日本保守党とかでたらめ言ってますけど根本さんが暴いてるじゃないですかで根本さん一人だとちょっと苦しいですから僕も調べましたんでね、うん、あの根本さんをちょっと応援してね今回この件についてお伝えしていこうと思いますまあ控えめに言って根本さんの言ってる内容は最高ですよ、うん、言ってる言い方がちょっと一部またね表現がっていうのがあるんですが、うん、それは表現の問題であってことの本質に関してはとてもいいこと言ってるんですよ 日本国民のですね、えー、こうね、えー、なんていうのかな、マイナスに働く遠丸の剣にえ、壺の剣にね、えー、ぶっこんでいってますから、で黒川さんも前、あの日曜討論でね、えー、まあ歌いましたからね、うん、おじいちゃんの代から C‐A っていうね、あの名曲ね、えー、僕あの歌好きなんですよ。多分皆さんも好きな方いらっしゃるんじゃないかと思うんで、まあ、今回はそこら辺のね、えー、内容をお話ししていこうと思います。この根本さんの話と、あと黒川さんの話と、まあ、あ それ以外に調べたことがあるんんででで当然すすねね真面目な話な話よ、ね、で安倍晋三っていう売国土ですよ日本を外国に売った売国土東丸の言われるがまま長期政権にいたって言いますけど8年8ヶ月ね東丸の組織票をねそれに応援してもらっていたんじゃないの国民は支持してないですからね「安倍さーん!」とかって言いますけど「安倍のせいで今の日本になったんだよ」「アベノミックスで日本経済ボロボロになったんだよ」 安倍が憲法を違反して軍拡を繰り広げたからこんなことになったんだよ。それを根本さんが言ってるわけですよ。まあ、僕も口が悪いからね、うん、ちょっとすいませんって。いうことで、日本国民の、まあ、要するに対立する側にいるんですよ、自民党とか保守とか、日本保守党もそうです、すべて。で、これな、何が始まりなのかっていうと、自民党イコール遠丸っていうことが始まりなんですが、それっていうのは、あの安,倍の安倍晋三の祖父の岸信介の時から始まってるんですね。 岸信介と文鮮明が作ったのがね自民党と東丸なんですよ。でまあ、これっていうのは根本さんはおっしゃってないですけど自民党っていうのは東丸あるいはですね米の CMA の資金が流れてるんですよ。だから僕たちがわからないところで自民党というのはこの CMA 資金と東丸のまあその選挙協力って言ったものでね政権に居続けるっていうまあそのはっきり言って売国なんですよ。どうしようもないんですね。で あの安倍晋三の祖父であるこの岸信介あるいは満州人脈って言われているものですが笹川良一、児玉義生岸信介そういった者たちというのはこの巣鴨プリズンという、ね、その刑務所ですよね刑務所にいたんですがあの米に願えることを条件にそこから出てきたんですよだから、売国を繰り返すんですよ言ってしまえば米の言われるがままですでこの安倍晋三ってのはこれ何者かという話なんですが。 岸信介がしようと思った、例えばその憲法改正だったり、日本を、米のもっとね、えー、まあ、従属を深めようって、そういうことを積極的にやっていたものが安倍晋三なんですよ。だから日本国民からしたら全く支持するところなんてどこにもないんですよ。<laughs> マスコミでですね、なんか知りませんけど、安倍がなんかいいみたいなこと言ってますけど、どこがって話、うん、日本国民のマイナスになることしかやってないんですけどね。うん、で、いつもこの話しますけど、 安倍がもしね、いいことやってたら、今の日本になってないから、8年8ヶ月の長期政権をやってたんでしょ。うん、い今のような日本にはなってないよ。アベノミクスがいいんだったら、こんなボロボロの経済になってないよ。安倍の時にアベノミクスで日本からアメリカに1500兆円の金が流れたんですよ。そのことも分かってるんですよ。だからもう一言言って、安倍晋三って売国土なんですよ。政治家で安倍がいいって言ってる時点で、え政治語るなよって、うん、意味わかんねえから、本当に。僕はずっとそう思ってますよ。で、この、 岸信介のこのね、巣鴨プリズンで、えー、ね、解放されてから、あまあ、そこからどん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 米に従うようになって、日米安全保障条約とかね、日米合同委員会とか、そういったものです。で、まあ、あの、東丸とか日本会議とか、まあ、そういった、あまあ、なて言うのかな、憲法を改正して日本を有事に、えー、持っていこうとする、まあ、そういった、あまあ、裏側にいるシンクタンクがいますが、あそのカルトとかね、うん、カルトシンクタンクのその影響を受けて、 つまり何を言ってるのかっていうとこの岸信介文鮮明の時から日本っていうのはずっとわからないようにアメリカの植民地なんですよ。山本太郎さんも言,言ってるじゃないですか日本っていうのはね独立しておらず独立してるように見た目は見えるんだけれども米と東丸に、えー、ね、えー、首ネコつかまれてる日本ってのは植民地なんですよ。 それを脱却しないといけないんですよ。だから政治家の役割っていうのは、米に物申さないといけないんですよ。米とか東丸とね、うん、それに物申していかないといけないんですが、安倍晋三なんて物なんて申さないでしょ。東丸の言われるがままじゃないですか。東丸の顔色をうかがって、選挙のためにね、組織票を差配して、自民党なんてそうでしょ。でこれあの、日本保守党もその傾向があるんですよ。 だからあ、百田直樹が遠丸のことを聞くと答えないっていうのは、裏で多分そういったものがつながってるんですよ。僕らは分からないですよ。うん。でも、例えばさあの、そんなことがないんだと答えればいいじゃないですか。例えば、もし日本保守党が遠丸と関係がないんだと、はっきりわ私たちは関係がありませんって言えばいいんですよ。でも、そんなことはないからね。百田直樹と有本かわりっていうのは、安倍晋三の国葬に行ってですね、えー、なんかあ悲しいとかなんとかって言ってたんですが、うん、まず、あ、これを言うとね、えー、どういうふうに思われるか分から、ないからちょっと言いづらいんですけど、安倍晋三が,あ,安倍晋三があのように行って悲しいか 何が悲しいんだよ人の心がないって言うんだったらじゃあ僕思ってることあるから言いますよ安倍晋三一人が、ね、あの世に行ったことが悲しいって言うんだったらアベノミクスの時に日本国民何人自我してんだよ数えられないほどの人間が自我してんだよもう生きる希望を失って経済的に、ね、やっていけないっていう日本国民がもう,もうそれこそね、えー、過去かなりの数の人数が自我してるんですよその人たちの人悔しさってどこ行くんだよ 安倍一人があの世行ったからって、なんだよ別に、何とも思わねえよって僕思ってますからね。それ言うと、ひどい、あの人としての心が。えだから人としての心がって言うんだったらさ、安倍のミクスで亡くなった僕たち同胞の日本国民のその悔しさを汲むのが、そ,それがあのその悔しさなんじゃないの。僕ずっと思ってんですけど、で僕この話したことがあるんですよ。そうしたらね、あのリ,リスナー様で言った人がいますよ。 あの安倍があ,あの世に行った時にね、えー、その悲しんだあそういうやつってもう信用しないからってだから僕みたいなこと思ってる人いるんですよ。この日本においては数が少ないかもしれないけどね別に人があ亡くなったからどうのこうのって言ってるわけじゃないんですよ。うん、っていうかもっと言えば安倍がそういう件に、えー、あったからっていうことにしてね。 今までアベノミクスで亡くなったあ、ね、自締した大量の日本国民のそういうことも全てなかったことにしようとしてんじゃねえのって思うからね許せないんですよはっきり言ってだお同じ僕たち日本国民ですよ日本国民が生きるのが苦しくなって自締したことまあそれの引き金、ね、原因となってる人間が安倍晋三でしょ、うん、許せるかよって国民として僕はそう思ってるんですよだからさっき言ったように根本さんとか黒川さんが保守っていう政治家を名乗るのがいいと思ってますよ うん、そ,れをその安倍,安倍をですね、全面的に応援してる百田とか有本とか、全く理解できないね。うん、何が保守なんだよ。わ言ってること、わけわかんねえぞ。で、岸信介の,おその悲願であった憲法改正、それができなかったんで、今度安倍がしようと思ったんですが、安倍,安倍もそれができなかったんでね、うん、今度それを岸田がしようとしてるわけですよ。で、僕たち、日本国民にとって一番防がないといけないのが憲,憲法改正なんですよ。憲法改正したら、アメリカの有事に日本が巻き込まれるからね。 アメリカの有事のために日本国民が駆り出されるからね、僕たちあのそんなことでね、あの世行きたくないじゃないですか、別に何もおかしいこと言ってないでしょ、だ、うん、からその有事っていうのはあ、こうやって意図して行われるんですよ、有事ビジネスって言ってで、それで儲かる人間がいるんですよ、それで亡くなる人がいるんですよ、それを防ぎましょうよ、今その分岐点に来てますからね、でその有事肯定派っていうのはこれ、日本保守党なんですよ、だから支持できるかって話。 うん、そう別にイデオロギーがどうとか政策がどうとか考え方がどうそういうことじゃないもっともっと手前の話ですよ、うん、だから憲法を改正するところを信用しないですよでまあ創建とかっていうのもそれもそうでしょなんで憲法を触る必要があるのだって僕たち今の日本国憲法に守られてるじゃないですか何も困ることないでしょ、うん、だからそういうのを言ってる時点でおかしいんですよで、えー、このまあ歴史をですね振り返ったら 何て言っていいのか分かりませんけど、このスガンボプリズンというこの刑務所から、この岸信介とかね、そういった、えー、満州人脈の者たちで、で笹川隆一とか小玉吉夫とか、そういったものを出して、それをアメリカの手先として使ったことが、それがもう大きな間違いなんですよ。それを本当国民が考えないといけないんですよ。それが原因となって今の腐敗した日本になっているわけですよね。で、えー この岸信介っていうのは分かっていることなんですが、安倍の祖父ね、永、う、久、ん、戦犯でこの巣鴨プリズン巣鴨の刑務所からね出てきて、それでアメリカに寝返って、アメリカの手先になったんですよ。で、日本を売国していたんですよ。だからそういった人間の行動を止めないといけないでしょ。そ,それの孫が安倍晋三なんですよ。だから安倍晋三が日本国民のためにする何,何かするわけがないんですよ。考えればわかるんですよ。歴歴史史をを考えて歴史を調べればわかることなんですよね、うん で、おそらくですがあ僕はこういうふうに思っているのでまるっきり話にならないと思っていますが自民党支持者とかねあと保守とかあ多分日本保守党とか支持者も多分こうだと思いますよあの中国と韓国を否定するだけでしょ別に保守でも何でもないからねアメリカの言いなりになって、えー、なんか親、えー、米なんとか親米従属とかって言いますけど親米従属とかそんな言葉自体もおかしいんですよ。まず何を考えるということであれば、 アメリカと日日本本のの関係をを考考ええるるんんでですすよ。よ。独立別に中国韓国なんて関係ないからね、うん、別にむしろね真面目な話ですけどアジアの近い国々っていうのは手を取り合って仲良くしていかないといけないんですよでア,アジアの国々が仲良くすることによって例えばこのアメリカとかイギリスそのもののね支配統治が及ばなくなるんでそれを全く分からずに「安倍さーん」とかね「日本保守党は保守だ」とかね言ってることの意味が分かりませんよってこと。 でこれ写真を見たこともある人いらっしゃるかと思いますが岸信介と文鮮明が2人で写ってる写真があ,あるんですよ調べると、えー、いくつも出てくるんですがまあ,あその岸信介と文鮮明が自民党と東丸を作って、えーまあ、それで、えー、自民党と東丸と、えー、C‐A が数十年間あ裏でつながってるって表側に出てるのがフロントの自民党なんですよねでその背後には、えー、東丸と米がいるってこと。 でその東丸っていうのはどん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 日本に深く入り込んできて議員の秘書になったりとかねそれでその選挙の前に組織票を差配してそして自民党が勝つっていうそういった構図でしょだからそれをまずやめさせないといけないんですよだそのためには国民が選挙に行かないといけないんですね何もしなかったらその自民党あるいはですね公明党の組織票にやられるんでつ、ね、ぼせんべいにやられますからそれを防がないといけない。 でお,おそらく、これは分か,かっている、アメリカの公式文書に出てますけど、その CMARA からの金がどん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 自民党に流れていって、そういったところからあ米と、ね、米ーマレー a と遠、とうまると、えーまあ、自民党のその癒着ですよね、癒着があって、完全にもう日本というのは米の俗国ですよ、その状態は全く抜けられない。 で自民党がなんで選挙に勝ち続けるかっていう理由も単純なんですよ。米東丸のバックアップがあるから、うん、それで、えー、選挙で勝ち続ける、それだけです。そして同時に、選挙で自民党が勝ち続けることと同時にですね、日本が、えー、米の植民地でい、えーね、続けるって、それがあるんですよ。だから自民党をひっくり返さないといけないんですよ。米の植民地だったらいけないんですよ。日本国内に在日米軍の基地がこ,こんなにあることを国民は許してはいけないんですよ。そういった大きな問題なんですね。 だから安倍晋三という売国土を知るにはですね祖父の岸信介、岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三とそしてその歴史をひも解いていくと巣鴨プリズンから始まっているということです、そして自民党の背後には東丸、米がいるということ、そしてさらに言うと日米合同委員会、そういったものの基礎となったものを作ったのは岸信介ですから話にならないわけでしょ。日日本本いいうのは日本だけでで物事を決められないんですよ 常にその米の日米合同委員会っていうものの判断をあ仰いで物事を決めるんですよ。どこに独立している国の、独立している国家の要素がないじゃないですか。で、こういったことが分かっているのにも彼らずこの星と語るね、日本保守とま0、あ、0でもいいですよ、アリモでもいいですよ。日米合同委員会のことについて全く言わないでしょで口を開けばウとかイスラエルとか言ってることの意味が分かんないよって話。で、えー、この 安倍晋三についてですね、安倍晋三と遠丸の関係ということで、一つ分かってる話があるんで、こちらをお伝えして,していきます。安倍晋三っていうのは遠丸とズブズブだったんですね。勝共連合のメッセージ、商工連合にメッセージを送っていた、それがありましたね。だからこの安倍晋三っていう売国度に気をつけないといけないですね。もうあのように行きましたけど、うん、ちょっといろいろ言われてるんで、なんだかわからないところもありますけど、まあ,あのように行ったわけじゃないですか、安倍晋三っていうのはね。で、えー、 東丸っていうのは公安の調査対象だったんですけど安倍政権時にそれが外れたんですよ安倍が外したんでしょ何で外すの何で東丸を公安の調査,調査対象から外すのもっと言えば公安っていうのも c 丸 a の息がかかってるんでまあ米が裏でそういう風にしたんじゃないかと思いますけどよくあの共産党がねなんかどうのこうのとかっていうじゃないですか共産党がどうのこうのっていうよりもね自民党と東丸と米の方がよほどやばいんですようん。 本当にだから日本っていうのはどうなってるのかっていうと自民党っていうその外国政党自公政権という外国政権それをですね裏側でそのトーまるとせんべいが操っていてでその全く日本は独立もしていなければそういったものの影響下にあるんですよねでなぜ共産党っていうものがあの変なふうに見られるのかってその中国共産党とかっていうのかもしれないけど多分それとはちょっと訳違うんですよ。 あの東丸がですね、共産思想っていうのを嫌ってるんで、この反共思想って言ってね、それで徹底的に、えー、その共産を排除してるんですが、実はね、皆さんも思ってらっしゃると思いますが、共産の考えの方が自民党よりよほどマシなんですよん。だけど、それを例えばマスコミでそういうことは全く言わないんで、共産が悪いみたいなことばっかり言うから、ね、そういうことを調べずにそう思う人が、ね、冷静に考えれば、その内容をよく考えれば、別に共産党の方が言ってることがあのいい場面、よくありますかね。 とにかく自民党っていうのは最低です。これ以上下になることはない。あのこの者たち以下になることはない。自民党維新の会ね。うん、で、この安倍政権時に東丸がー公安の調査対象から外れたっていう時点でアウトでしょ、うん、だから安倍っていうのはアウトなんですよ。東丸を野放しにしてるわけじゃないですか。でまあ、もううちょっっと、ね、言うんだったら 東、えー、丸を公安の、ね、監視対象から外したのは山谷エリ子って、ね、山谷エリコって東丸とズブズブじゃないですかだからこういった人間たちをこの日本の政治の世界から追い出していかないといけないんですよ。百田とかあ有本っていうのもこ,のこれの筋ですからね。 安倍応援団といそういうことなんですよ、安倍さんとかって言ってるわけでしょ、だからそういった人間を追い出さないといけないんですよ、そうしなければ日本の政治も、日本国民の生活も良くなることはないんですよ、だから遠る関係者、遠るつながり、安倍応援団、それを排除していかないといけないんですよ、それが今の日本国民に求められていることなんですね。 うん、にも関わらず、なんだか知りませんけど、やっぱり百田だな、やっぱり有本だな、やっぱり日本保守党だな、うん、もう僕はね、言葉を失って、何もね、もういい言うことがないです。もう呆れて話にならない。うん。本当にそう思ってますよ。で、安倍晋三ってのは、売国度、国賊です。で、その、今回ですね、えー、根本さんが言ってますが、なんで日本保守党っていうのは、ね、その国賊、売国奴であ安倍晋三をね、えー、こう、なんていうのかな、あまあ、尊敬してるっていうか、容赦してるか、わけわかんないじゃないですか。うん だから、もうすべてこの安倍晋三あるいは遠丸、そういったものに関係しているものを、もう一回っていうか、この日本の政治の世界からすべて一掃しないといけない、そうしないとよくなることはないんですよ。うん っていう話です。で、まだもう少し、えー、ここからですね、ちょっと黒川さんの話をして、最後に根本さんの話をしようと思います。だから根本さんが話してる話っていうのは、この僕が話したような話をコンパクトに短くしてる話なんですよ。だからすごくいいことを言ってるわけですね、根本さん。で、今度黒川さんもあのこう有名な話なんでね、ご存知の方多くいらっしゃると思いますが、あの前、日曜討論に出て歌ったじゃないですか。 安倍のせいだっていうね、本当おじいちゃんの時から C○A って、ほんとこれあの名曲ですからね、うん、僕はあのこの歌なんかいろんなところで流せばいいと思ってるんですよ。多くの人が知る必要がある歌ですからね。うんまあ、あのしかもその時黒川さんなんかね、 なんかポーズも取ってね、CMA っていうポーズを取ってましたけど、まあまあまあ、ちょっと見てねあ、僕は笑ってましたけど、まあすげえなと思いますよ。だからこういうのを、あのどん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 、日曜討論とか、人目に触れるじゃないですか、でその日曜討論のねお、おそらくこれはやらせが多分できなかったと思うんで、司会の人間がテンパってましたからね、もうやめてくださいとかって言って、でも,もっともっとやれって話ですよ。 こうねえー、それがこうなんていうの人の目に触れるっていうことによってあ安倍っていうのはいろんなことを、ね、なんか言われて実,実は違うんだっていうそういうことは分かるじゃないですかそれをあの国民が知らないといけないいいとけんですよ特にあのこういったことを分からない人っていうのは、ね、安倍はいいとか安倍は保守だとかってマスコミのデタラメに騙されるんでね騙されていてはいけませんから。うん でこの黒川さんが言ったんですけどあの安,倍の安倍晋三のおじいちゃんの時から C‐ マルエージェントっていうのはこれは本当の話ですかさっき言ったでしょ岸信介と文鮮明がつ作って自民党と東丸が裏にいて戦後数十年、えー、その自民党東丸米のつながりがあると。 で、えー、言ってしまえば、あまあ岸信介、安倍晋太郎、安倍晋三と、ですね遠丸の言われるがまま、要するに実行部隊なわけですよ、これ、本当の話なんですよね。うん でしかもこれ何がすごいのかっていうと黒川さんは安倍晋三がねあの世に行く前にこの歌を歌ったっていうことで、うんまあ、すげえなと思います僕はこの黒川さんの歌好きですで多分こう好きな方いらっしゃるんじゃないかと思,思いますけどね「安倍の聖意だ」っていうねこの歌名曲ですよね、うん、本当にでなんか空気を読まずにその日曜討論でや,やってしまうっていうあたりね、うん、だから本当にこういう人っていうのはだからあの真面目な話ですけど黒川さんとか根本さんっていう方こそがまさに保守ですよ、うん、本当の意味で保守です なぜかというと、この遠丸とかせんべいの関係をどん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 暴いていく、で例えば日本保守党っていうこのでたらめをどん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 暴いていくっていうことじゃないですか。うん、だからあの僕はとてもいいと思,あの思ってます。黒川さんも根本さんもね。うん でえー、今っていうのはその憲法を改正しようとしているんで非常に危ないんですよ、憲法改正っていつもお伝えしてますが、9条がなくなる、基本的人権がなくなる、緊急事態条項を導入されるということで、これどうしても防がないといけないわけですよ、で当然ですが、安倍の影響を受けている日本保守党っていうのも改憲派,派ですからね、9条をな,んかなくすとかって新、ね、山あかりが言ってましたけど、話になりませんからね。 っていうちょっとここまでの流れを踏まえていただいて今度最後にここから、うんえー、根本さんの話を、まあ、していきます。根本さんね、あのちょっとまあこれがさいつもここ最近この話をしてる言ってる内容はいいんですが最後にですねまあ、ちょっと言葉遣いが悪いところが、まあ、あるかなということでちょっとそこはね、えー、まあ、省略しようかと思うんですが、うん、根本さんは何を言ったのかっていうとあの あ安倍が、まあ、選挙の応援を受けて、なんか遠丸ですよね、安倍が選挙の応援を遠丸から受けて、祖父である岸信介が日本に持ち込んだー遠丸の競争である文鮮明の言葉って、皇居の前で二重橋を私の手で破壊しようと思った。この発言をする人間の宗教とズブズブの安倍を保守と呼ぶのが日本保守と、お前らの中での保守。 はアンチっっててここととかっていうことで言って最後、ちょっとね、えー、暴言があのあったんで、そこはちょっと控えますね。百、え、田、ー、の髪の毛がどうとかっていうことと、あとね、えー、なんかそのね、年齢のことをな b 丸 a と言ってしまったんで、これはちょっと良くないからね。だから、あのこまあ、別に、まあまあ、それを含めてもいいかなとも思うんですけどね。 逆をその言ってしまうとさあのそこであの突っ込まれるわけですよ。だからこのねこの何ていうのかな安倍,と岸安倍晋三と岸信介の関係あるいはその文鮮明の言葉とか、ね、安倍応援団安倍応援団を保守と呼ぶのがおかしいんじゃないかっていうところまではいいんですけど、まあ、最後のこの言葉でちょ,ちょっとだけマイナスかと思いますけどでも全体でかなりのプラスですからね。 うん、本当にあのこの根本良介さんはいいことをおっしゃってますよ、うん、本当にあの。こういうことを言う政治家、必要ですからね、だらとにかくもう自民党と東丸の関係を全面的に明かしていく人ですよ、うん、それが必要なんですよで、ただなかなかそれができないんですよ、なぜかというと、多くの政党が東丸,東丸の影響下にあるからね、うん、だから、あのー、安倍晋三っていうか、安倍晋三の一族ですよね。 岸信介安倍晋太郎安倍晋三っていうのは日本を外国に切り売りする売国土なんですよ。うん、売国土国賊です。保守とかふざけるなって話本当に。 うん、でこれっていうのははっきりと分かりませんが日本保守党の背後にも東丸がいる可能性が高いですよねだって百田がそれを聞いて答えないって別に答えればいいじゃないですか何にもないんだったらそういったものは一切ありませんって全くそういうつながりはありませんって言えばいいけどそれを言わずに百田にねそのなんかな視聴者はなんか分からないですけど東丸の件を聞かれるとことごとくブロックされるっていう話が1人ではないんでそういうことをしてるんでしょうね。うん、だから 僕たち日本国民としてはもう本当自民公明の政権交代、えー、これがあもう絶対に必要なことです。あとあの遠丸の言いなりである議員というのはこれ許してはいけませんからね。うん、だから あのこの根本さん、黒川さんがおっしゃっているように、自民党と東丸の関係を明らかにしてね、これ、日本保守党っていうのも言ってしまえば、自民党の衛生政党の政なんですよこの話を全く分からないっていうか、知らないっていうか、調べないのがなんか分からないですけど、僕があの言ったら、ですねそんなことはないんじゃないかっていうことが、言ってくる人がいるんですが、別に僕はあの分からないことは言いませんから、調べてあの分かることしか僕は言わないんでね。 百田、うん、っていうのはあ自民党が嫌だからあ日本保守党を作ったって言ってますがそもそもそれそのものが疑問なんですよね。でその LG マルティ法案に反対だとかって言ってるんですが日本保守党のなんかその党の中になんか日本。あの LG マルティ法案、あまあ、別にちょっといいかもしれないみたいな、そういった文言があるんですよ。わけわかんないじゃないですか、本当に嫌なんでしょだったらやめろよって話でしょ。まあ、やめるわけはないけどね、安倍応援団だから。でさらにその、この矛盾っていうのも、ものすごく矛盾を抱えてますが、有本香織がですねその、日本保守党っていうのは自民党と対立するはずなんですが、有本香織が、自民党がよくその有本のところに連絡をしてきて、いずれは一緒にやるって、うん、仲間じゃないかって。うん 何が違えんだよって。だから結局のところ、安倍応援団という一括りにしているってことですよ。それに国民が気付く必要がある。そして、えー、根本亮介さんはそれを言ってるわけですよ。言葉遣いは悪いかもしれないけど、言ってることは至極まともですよ。本当にあのいいことをあのずっと言ってると思います。だからあの、日本の政治家で保守を語るんであれば、えー、根本さん、黒川さん、この人たちが保守に当たります。そういう話をすると、なんだあの、こいつらは。いやいや、こいつらはじゃないよ。言ってることは正しいんだから。 うん、じゃあ例えば日本保守党の百田とか有本とか言えよ、うん、自分たちと遠丸の関係言えよもう安倍をね、えー、いいとか安倍を援団って言った時点でこういう政治の話をしてる僕とかで多分リスナー様も詳しい方はいらっしゃると思いますけど僕らはそんなことには踊らされねえからな、うん、言い方が悪いかもしれない何も分かんねえやつにそういうこと言ってんだろってふざけんなよって思ってるわけですよ。 今、この日本が大切なとに来てるわけです。憲法改正とかね、そういった動きを見せてるわけじゃないですか。だから、この今、とても大切な時ですし、このね、根本良介さんの話が頻繁に出るので、まあ、ちょっと今回はわかる内容についてお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございまます。す。今回はこ,こで終わります失礼いたします。